水野蓮太郎、水野蓮太郎昭和24年11月25日は、日本の内務官僚、政治家、君党は、君一党、内務大臣、朝鮮総督府政務総監、文部大臣、貴族院議員などを歴任した。江戸詰めの秋田藩市水野律、三郎正忠康介の子として1868年1月10日、江戸浅草鳥越町の秋田藩邸で生まれた。 立三郎は、秋田の出で出なく埼玉のでで、江戸で取り立てられた武士である。立三郎は、秋田藩主、佐竹義孝の弟、佐竹義人に仕えた。佐竹義人は、秋田藩の師範岩崎藩主で、1869年義人、13歳の佐竹義理が継いだ。立三郎は、母親戦争で官軍に就いた秋田藩のために、妻、 生後感もない水野、水野の二人の姉を連れて、現在の秋田県湯沢市岩崎に住み、大武同盟に勝利し、佐竹霧は二万国の岩崎藩主になり、立三郎は抗議順になる。1871年廃藩地県により、1874年、一家は東京に戻る。1882年頃、蓮太郎は両親を失う。神田の協立学校を経て、 大学予備門に入学、帝国大学法科大学を、明治二十五年に卒業、保住信繁教授の推薦で、渋沢栄一の第一銀行に就職するが、明治二十六年、梅健二郎教授の勧誘により、農商務省鉱山局に入る。明治二十七年、当時内務省土木局長の都木香流録から招かれ、内務省に入る。社事局長、地方局長などを歴任。 内務の大御所と言われる。中でも有名なのは1899年、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約加盟に合わせ、水野がベルリン会議に出席、日本は条約に加盟することとなり、水野が起草した著作権法が制定された。原高氏の違遇を得て、立憲声優会の党員になり、1912年12月5日、 貴族院議員になる。1913年2月21日、内務次官になる。1914年4月21日、近景官志向に任じられる。1916年12月27日、内務次官に再登板。1918年4月23日、後藤新平からの商用で、寺内正武内閣の内務大臣となる。 帝大卒の学士で初めての内務大臣であった。在任中の1918年7月22日から9月12日に米騒動が発生している。1919年、原高市内閣の時朝長戦争特府の政務総監になり、分治政治を行う。1922年に成立した加藤智三郎内閣でも内省を務めた。 1923年8月26日、加藤首相が死去し、9月1日に関東大震災があったため、公認の内省が決まるまで陣頭指揮をした。1924年、清浦慶吾内閣が成立すると、再び内省となり、帝都復興委員総裁も兼任した。1927年、田中義一内閣で高橋小紀予想省が辞任した後、 三つ地中蔵文章が蔵章に転任、その後水野が文部大臣に就いた。1928年、田中首相は、久原久之助を入閣させようとし、水野は反対し自分は辞任するとした。このことが世間に知られた。田中は水野に対し辞表の撤回を迫り、昭和天皇へは水野を留任させたと伝えたと言ったため、水野は了承。 辞表を撤回した。水野は昭和天皇に拝謁し、総理に対し辞表をお下げ渡しに、愛なりたる言葉ことに恐怖に耐えざる、胸を申し上げた。天皇は国務のために人水せよとの言葉を送った。しかし新聞は、総理は水野の直上効果を創生し、水野は直上効果によりて留任した。天皇が留任せよと言われたから、辞任を撤回した、つまり、 天皇を政治利用したと非難した。これにより、結局、水野は辞任した。田中内閣の総辞職後、水野は大臣になることはなかったが、大日本音楽著作権協会会長、大日本講和同盟副総裁、大日本産業法国会顧問など多くの役職に就いた。敗戦後、水野は大日本講和同盟副総裁になっていた。 ことなどを理由に1945年12月永久戦犯の容疑者とされたが起訴されず、1947年9月1日、監視が解かれた。水野は描画中であったため収監されなかった。公職追放となり、1949年11月25日、死去した。81歳。ありがとうございます。